こんにちは、ウィルツァーです。ソウルのですね、ホテル特集で、今回は、シーラホテルをご案内します。2002年の日韓ワールドカップが行われた際に、小泉元首相や、FIFA のですね、ブラッター会長ですかね、も宿泊されたという、いわゆる、VIP 御用達のホテルがこのホテルになります。シーラホテルですね。で、中身に関してなんですけど、6つのレストラン、ラウンジ、スパエステですね、とジム、サウナなどを完備しています。もちろん Wi-Fi も全館で無料です。でジムがですね、2フロアにわたってありまして、ゴルフの練習場も入っているというですね、ちょっと異色のジムのスタイルになっています。あとは立地なんですけども、その中心部の南山ですね、南山の中腹にありまして、ちょっと高台になるという形になります。もちろんソウルタワーとか南山公園などの名所にはもうすぐアクセスできると。あと東大門市場までも歩いて15分なんで、散歩しながらちょうどいいんじゃないかと思います。で地下鉄の駅が、正門のホテルの正門前に東大入り口とか言って、飛んでいくというらしいんですけども、があります。でそこからですね、どこへでもアクセスできまして、明洞、中心部の明洞には10分で着くということで、好立地じゃないかと、思います。おすすめのホテルですので、ぜひご利用ください。